はいえー、今回のユーチューバーさん紹介は NHK 党の浜田聡志参議院議員でございます、えー。この方はね、東大卒業の後、京大を卒業して、そして医師の国家試験を取りました。で、英検も準1級持ってるそうなんですよね。<laughs> さらに国会議員ということで、どこまでエリートなんだと思いますけども、この方が最も 素晴らしい選択をしたのは NHK 党に入ったことじゃないかなと思います。まあ、国会議員になるっていうね、決断をされるだけでも忙しい中すごいなと思いましたけども、その中で数ある政党の中で NHK 党を選んだっていうのも、これまたね、すごいなと思いました。まさに NHK 党にはこの浜田参議院議員がいらっしゃることによって、なんか保ててるようなね、そういうふうな透明性とか公平性っていうのがあるんじゃないかなと思います。言ってみれば、立花さんが顔だとしたら、 濱田さんんが頭なななじじゃいいかなっていう感じですよねその逆かもしれませんけどね。で今回私がね浜田参議院議員の YouTube チャンネルを紹介したくなったのはあのガーシー議員に会いに行くためにドバイに行ったその飛行機の中でよくあるじゃないですか「お医者さんいらっしゃいますか?」みたいな感じでそこで浜田参議院が「あ医者ですけど」みたいな感じであの名乗りを上げたらしいんですよね。まあそこまではまあ単なる美談なんですけどもそっからなんですよ。実はね妊婦さんが出産を機内でしたらしいんですけども。 まあ浜田さん自身ね、そこにまあ立ち会ったというふうな報道がされていたんですけども今回 YouTube で「いやそうじゃないんですよ」と「まあ私実はやることがあんまりなくってただ行って帰ってきてまた行ったぐらいなんですよ」っていうふうに浜田さんが自分の名誉になることとかね自分の知名度が上がることを「じゃあそうじゃないんですよ」っていうふうに逆に抑えてくれたっていうか真実を伝えてくれたっていうのがこのなんか奥ゆかしさですよね。 通常国会議員で自分の名前を挙げたい方、自分の功績をね、えー、なんか知らしめたい方って、いや、大したことないですよ。まあまあ、うまくいきましたみたいな感じで、自分の功績にすると思うんですよ。こんな機会を生かしてね。でも、浜田参議院議員は、いや、そうじゃないんですよ。実際行ってきたけども、も機内のスタッフがちゃんとやられてたんで、私なんてね、よくできなかったんですよみたいな感じで、本当にうかやかしいなと思いました。で、そういった正直なところとか、あ正直なんだけども、きっちりとね、自分の仕事ができるところとか、 あの、まあ、ひきらかせないところ、すごく好きだなと思いますよね。普段のしゃべり口調も、感情的になることなくて、事実を淡々と伝えてくれてるんで。あの、非常にわかりやすいんですよね。そういう意味で言うと、立花党首っていうのは、ものすごく感情的に私たちに訴えかいてきますけども。え浜、ー、田参議院議員はね、理性的に、あの、麻生財務大臣にも、やっぱり五部で立ち会ってくれるっていうところを見ると。なんかね、国会議員のね、鏡だなと。 まさにこの人から国会議員のモラルが始まると思ってもいいぐらいですよ素晴らしい方だと思います YouTube チャンネル概要欄につけておきますのでご覧ください